三影駅。三影駅は、兵庫県神戸市東灘区三影本町4丁目にある、阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は、HS25。快速急行を除いた、全列車が停車する。東海道本線、JR 神戸線の住吉駅。快速が、停車が、比較的至近距離にあり、利用客は当駅より多い。 阪急電鉄神戸本線の三影駅からは約 1.2km 離れている。徒歩で北へ15分ほど。当駅から六甲ケーブル線六甲ケーブル下駅方面へのバスは神戸市交通局、神戸市バスによって運行されているが、六甲ケーブルは阪神の子会社である六甲マヤ鉄道が運営しており、六甲山には阪急阪神東方グループのレジャー施設があることから、 当駅から神戸市営バスを介して、六甲ケーブルに乗り換え可能な時間帯に電車が、当駅に到着する際、六甲山にお越しの方はバスにお帰りくださいという、車内アナウンスが入る。当駅降下下には、沢の井という井戸が保存され、噴水も設けられている。かつては引用可能であったが、阪神、淡路大震災以後は水質などの問題から、引用禁止となり、 この井戸は、水質基準を満たしていませんという趣旨の縦札が、神戸市保健所によって設置されている。2009年、平成21年3月20日に、阪神南馬線が開業し、近畿日本鉄道、近鉄奈良線との相互直通運転が開始されたが、直通列車である、快速急行は開業後も引き続き、当駅を通過する。理由としては、崎駅より、 乗降客数が少ないこと、ホームが急カーブ上にあるため、後日1両あたり21メートル級の近鉄車両では停車すると箇所によっては、車両とホームとの隙間が大きくなりすぎて、乗りに危険が伴うこと、ホーム有効長が短くはみ出てしまう上に延伸も不可能であること等が挙げられている。そのため、近鉄車両の運用も含まれる快速急行は、ゆっくりとした速度で通過する。 ちなみに、当駅は、阪神特急、区特、自家特定車駅ではあるが、今弱にわたって、快速急行停車駅になったことは、全くない。駅南側、旧270代収容駐輪場は、バレンタイン広場として整備されている。当地近傍に本店がある洋菓子店モロゾフが、1936年2月12日に、東京で発行されていた、英字新聞に、 バレンタインにチョコレートを送りましょうという広告を出したことを理由として、当地を日本のバレンタインで発祥地とみなす説に基づいている。1986年から神戸市と交流のあるイタリア中部のテルニ市、聖バレンタインの出身地とされる都市の一つから、神戸市が許諾を得て、バレンタインの名前を冠している。2013年5月3日には、 テルニシからジローラモ市長を迎え、盛大に記念式典が行われた。階段上の見陰石で囲んだ空間で、中央にはテルニシの位置を示す塔藩が埋め込まれている。聖レンチの教会や、ステンドグラスの写真を貼り付けて、教会をイメージしたものと、同教会の柱を模した、二つのチョコレート色のモニュメントもある。ハート型にくり抜かれたその上部は、中で、 カップルが手をつなぐようにという想定。さらに、阪神三陰南口バス停のシェルターは、チョコレートの形となっている。対比設備を持つ島式ホーム2メミ温泉の高架駅。改札口は、地上部にある1カ所のみで、2階にあるホームの梅田寄りに、通じる。地上、改札、ホーム各階を連絡するエレベーターや、新商社用トイレの設置度で、2011年に、 バリアフリー化されている、工術。プラットフォームは急カーブ、半径140メートル内し160メートル長に存在するため、校内の通過速度は時速35キロメートルに制限されている。快速急行や改装などの通過時は低速でも激しい気なりが生じる。停車中の車両とホームの隙間が一部広く空いている。上にホームの福音自体も狭く、 阪神の駅の中では特に危険な駅といえる、春日野道駅が相対式ホームに改築されて以降。そのため、非営業車両の通過列車や一部の快速急行は必ず警笛を鳴らす。ホーム付近が狭いこともあり、空調機器を設置した待合室は設けられていない。近鉄車両の試運転開始後に、ホームの一部が近鉄車両の通過に支障することが判明し、 2008年、平成20年10月から12月までの間に、ホームを削る工事が行われた。工事完了後は、従来よりもさらにホームが狭くなっている。これらのホームの北側にある短いホーム状の構造物はかつて貨物を取り扱いしていた時に、使用していたものである。もともとは1.4番線が対比線、2.3番線が本線であったが、現行ダイヤでは、 特急列車は、奇数番線、1.3番線に停車している。変更された理由は、山陽電鉄5000系、5030系の車体下部の、裾絞り幅が、坂車に比べて大きく、曲線でのホームとの隙間を小さくするためである。ただ、1番線が、分岐器の速度制限を受ける配線構造は、変わっていないこともあり、偶数番線を普通、青動車用。 奇数番線を特急列車、赤道車、山陽車用とする形になっている。また、二番乗り場の六両編成梅田より一両分には固定策で仕切られ、快速用列車や山陽列車といった六両編成は二番乗り場での営業停車が不可になった。なお、駅の西側には、三陰留置線が隣の石屋川駅まで伸びている。これはかつて阪神が高速別線。 第二阪神線を建設する計画を進めていた際、この区間を複々線化する構想があったためである。阪神、淡路大震災では、森土が崩壊し、留置していた車両が転落、多くは、廃車、解体するなど、大きな被害を受けた。この三影留置線は1963年頃はまだ、設置されていなかった。2010年度より、駅構内のバリアフリー化を主体とした。 改良工事に着手。ホームをかさ上げし、車両との隙間を狭くする駆使場ゴムを設置したほか、改札口、駅長室、トイレなどを2階へ移設し、新商社用トレを新設、各階を連絡するエレベーターとエスカレーター、改札外地上のみ、を新設した。さらに駅北側にある、商業施設、三陰クラッセと改札外を直結する、ペデストリアンデッキを新設するなどた。事業費は、 約3億円であり、国及び自治体が3分の2を補助した。各年11月の1日平均上降人員は、下記の通り、1990年代より利用者数は減少傾向にあり、2007年は2万人台を割り込んでいたが、翌年より増加に転じ再び2万人を超えている。なお、2008年3月20日には駅前に、 大型商業施設の三影クラッセが開業している。日本有数の高級住宅街である三影山手と違い、浜手は、長井里の酒造りの町であり、どちらかというと下町になる。駅の高架下東側には、アイス最中で有名な大勢商店があり、西側には昭和初期に建設された当初のスクラッチタイルの腰壁がある三影マーケットも残り、 一部店舗が営業している。西側高架下は、長大な市場である、三陰市場、胸水館となっていて、パンの老舗、マスヤをはじめ庶民派の名店が多い。山手の高級パン店だけでなく、下町の市場にもパンの名店があるところなどはいかにも、神戸らしい風情となっている。神戸市立三陰工業高等学校跡地における、阪神三陰駅前開発の一環として、2008年、 平成20年3月20日には大規模商業施設、三陰クラッセが開業した。さらに2010年、平成22年3月には47階建ての三陰ターレジデンスが竣工。神戸市バス、神戸フェリーバス、港観光バス、阪神バス、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。